あ、そういうわけで今回はまたロケに戻って、いやいや本当に、ちょっと木枯らしがね、え本当、はい、寒いですね、もう秋ですよ、秋ですよ、はい、ということでね、はい、ゆららでよかったのにいやでも今日はほらだってあんた出るでしょ。いやまあそう、実はそうなんですけど、わざわざね来ていただいて。そうですよ、わざわざ来ましたこちらのね、はい、新札幌にありますね、はい、青少年科学館向かいの、ふれあい広場という場所でございます。はい、かなり広いですね。広い広い、びっくりした、久々に来ましたけどね。こんなステージもあって、椅子もこれだけあって、ね、まだ誰もいないんですけど、まだね、これからね、きっとたくさんの人も来ますよ。なんか噂によると、まあ今日ね、第1回目、要は初の試みのイベントらしいんですけど、はい、実はあの、OG1 グランプリ、ね、まあ、OG1 グランプリ、おやじグルメ、おお、おやじじゃなくてね、おやじじゃなくて、おやじグランプリだったらただのおやじか決めるだけのグランプリです。失礼でしょ、この人が一番のおやじでしたもん。いやすごいなと思ってグルメでグルメおやじグルメ、はい、だからね、はいはいはい、おやじさん方が普段食べてるものなのか、この日のためにこう考案したものなのか分かりませんけど。じゃあ何、また食レポ的な感じ。まあそういうことになります、ね、ただ、ね、ただでも言っても今回の食レポね、はい、やるとしてもあなたよ。え、僕今回、うん、この収録のために来たんじゃなくて、はいはい、ステージイベントのお笑い芸人として来てる、はい、あ、芸人芸人でしたね、忘れてました、実はえ、一人、いやいや、他にも仲間いてね、はいはい、後でご紹介しますけども、僕はネタで出て、あと2組、夢カンパニーがね、ドンキーズとペドロ軍団が来ますから、はい、私は参観日のように、あなたたちのことをちょっと見守ります。まあね、まあね、まあね、あのね、今日はそのグルメのブースもあれば、はい、このステージ以外のお笑いのブースもね、ご用意させてもらってて、そこにずっといるんでね、はい、まあまあちょこちょこ見てってくださいよ。はい、わかりました。いろいろと見ながら、いろいろと見ながらね、そのまま、はい、ぐずってよ、僕にも少し、はい、というわけで、ナオチャンネルスタートです。どうもー、はい、よろしくお願いいたします。夢カンパニーのね、お笑い芸人でございますからね、僕らペドロ軍団とドンキーズ、今相方いないんですよ。ちょうど今相方いないから、何やろうかって、何をやろうか、一発ギャグで対決とかどうですか。勝負しましょう、勝負しましょう、ギャグいっぱいありますから。一発ギャグやりましょう、先行後攻でじゃんけんしましょう、先行後攻じゃんけん、いきましょう。よし、で最初はグー、おーじゃんけんぽい、おーアイコーでしょ、アイコーでしょ、おーじゃあここー、ここかい、ここじゃあ先行ドンキーズ小林が一発ギャグ式、あー通るんだね、おこれからやるのに。じゃあ一発ギャグします、はい、いきます、レシーブ、あっ空が青いや、あ、つつこまれた。続きまして、高校ペドロ軍の山田くんいきます。エイリアンの羊、羊、羊、おい
しゃ。うわー広いな、ここすごく広いな。こんだけ広かったら靴紐が結べるぞ。いや、おせいなぎゃのねを刺激する、生足迷惑のヘッタクねえから。わきあせスプラッシュ。ペン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 モミモミペン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 シリーモミモミ。カキン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 カミンカキンカミン。カモン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 ベビー、占ってよこっちのお尻をペンペン。ボコン失礼します。ドカン、あまたやっちゃった。俺の右腕いかんせん三半線だから。ケツを叩いてよかった。切ないけれどよかった。はい、皆さんこんにちは。マジシャンの渡るんるんです。ですね、私高校生マジシャンです。ソロ。カズベース。ありがとうございます。さあ、このご時世一体何があるかわかりません。どうぞ。札幌芸人見せ小屋でございます。さあいらっしゃいませ、いらっしゃいませ。お兄ちゃんたちいかがかな。札幌芸人見せ物小屋ね、見てってちょうだい、見てってちょうだい。ここでしか見られないいろんなことやっちゃうよ。芸人見せ物小屋でございます。IWGP ジュニアタッグ王座を、当時持っていた、高岩隆一に、イキビジョンマッチで、勝ったイルスの村井が、ベルトを強奪し、それをアピールしたものの、当時、現場監督だった、長州力に、ベルトを返せと言われて怒られるシーン。これは大人でも大丈夫ですよ。これ取ったから、あとこれ負けだけだから。大人の方ぜひ長時挑戦してください。どうもありがとうございました。肉食ってるこんな感じでちょっととりあえずおやじの会に回っていましたけど、まだまだありますのでぜひよかったら食べてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。研究レポート以上です。お笑いネタをやってる間に私たちは買い物に行ってきます。いや、いいぞ。お腹も空いてるのでね、わあ、これに美味しいものがあるということなんで、紙コップの水がなくなるため。あ、当たりました。すぐ食べ終わっちゃうぐらいですね。頭の上を見てみると、なんとそのカードが分かっちゃいます。
どうですか、頭の中を見たり、おいしい、おいしい、しかもね、これがね、また美味しいんですよ。トランプを、ちゃんと見てください。なんだっけ、ジンギスカーウノ、ジンギスカーウノ、なんですかそれ、ちょっとクラブのロケですよ。え、合ってますね。で、これ鏡じゃないですか、リアクション。もともとこれシールが貼ってあるんですよ。これ、見てください、これクラブのロケというシール。あのね、ジンギスカン、ジンギスカンがこれ結構入ってない？こうカップの中に。で、ジンギスカンとこれうどんなんですよ。これ何、混ぜて食べる？こちらのお客様、よろしいですか。あ、このまま、これも召し上がっていい？真ん中に入れていいですか。じゃあちょっと、いただいちゃいます。これいいですか。いや、真ん中で入れてもらいました。で、僕、先ほどからネックレスを、うわ、このネックレスに持ってください。肉が分かったの、分かります。肉柔らかいですね、これジューシーですよ、ジューシー。これはね、お酒に合いますわ。お酒に合います。お調べになってください。いや、これはうまい。で、もう一方、最後の一方です。何が分かってんだか食べない。真ん中で握ってください。食べちゃダメ。うちらのだよ。あ、お肉ばっかり食べてる。真ん中に握ってください。以上。はい、はい、返してください、返してください。こちらのカード。ではですね、この間あの撮影させていただいた白石市の方の鍋がですね、こちらに来ているということなんで、はい、ありがとうございます。ちゃんとお買い物できます。ありがとうございます。皆様お願いします。はい、お久しぶりです。すごい、なんかこの見てみて、白い、これ何やつ。カレープリー、カレーだね。白いカレー、白いカレー、どうぞどうぞ、はい、入ってます。じゃあこれ、これこれ、あ、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、ちゃんと緑色も入れつつ、はい、で、私はね、両手がね、塞がってるのでちょっと待ってね、ちょ、借りきりいい？すいません、じゃあこれを食べたいと思います。これね、うどんなんだけど、私ね、すげえ猫舌。いただきます。カレー、あ、辛い、これ辛いかな、ちょっと私には。あ、でも美味しい。これは誰にも、こうはね、はい、こういうのがある。いや、ヤップのマスター、すごい、すごい美味しいです。ありがとうございます。投票入れるかどうかわからないです。あ、ついのね、はい、ヤップと居酒屋のマスターの、はい、あ、居酒屋さんのマスターなんですか。はい、こちらがいつも行ってる。あ、そうなんですね。じゃあぜひ今度遊びに行かせていただきます。待ってます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。先ほど芸人どもにも、あ、ありがとう、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいよ、なんか私が人気者になったみたいな感じですよ。これをじゃあね、皆さんに見せながらちょっと食べたいと思います。これもすごいわ、熱い、熱々。待って、はいよ、いいですか。いただきます。あ、そうです、いただきます。箸の持ち方が、あ、どうだ、鶏肉が美味しいですね。あ、ここで鶏肉が、うどんは、いや、じゃあ次、僕が行きます。うどんは触れないで、混ぜてよ。白菜も美味しい。うどんは、どうやってるの。汁も美味しいですね。豆もいきます。はい、いただきます。はい、そう、笑いな。あ、すごい素敵な紫のセットですね。関係ない。オープニングの格好違うでしょ。いつの間にかステージ衣装に。今日僕言っときますけど、本当にあのネタで来てるんで、はい、今ロケとかっていうか、はい、この後僕ステージでネタがあるんです。だからもうそっちをぜひね見ていただきたい。あれじゃないの、安心してくださいじゃないですか。まあ履いてるけどね。流行ってるから確かに子供と間違えるってね、よく言われますけど。言われるでしょ、大きい感じ。確かに今日は、ね、履いてますから。まあなんでね、全然ね、まだまだ楽しんでいっていただけたらなと思いますよ。いや、私ももうそろそろ時間なんで帰ります。あんた好きなだけで、グッチ好きなだけで、ね、ブースでは遊んだけど、ネタこっからなんだ。あー、もう、でももうこんな
時間、もうこんな時間、もう紫外線もやばいので帰ります。そういう年でもないでしょ。帰る帰る、はい、ということで帰ります。ありがとうございます。はい、じゃあネタ頑張ってください。これからでも、はい、カメラマンさんズが登りますよね。いや、写真だけ。これってネタ撮んないで帰る。帰る帰るか、帰ります。昔からの挑戦ではさあ、そこがナオチャンネルでしょ。ナオチャンネルいいとこです。100円ですけど、ありがとうございます。こんな顔ですけど、頑張ってます。頑張ります。ということで、じゃあ締めましょうか。はい、はい、これです。はい、せーの、ナオチャンネル、どうもありがとうございます。これもですね、クリアしました。コマーシャル。